影の仕方なども工夫してみました。部員一人一人が茜さんの練習動画をたくさん見て、振りが揃うまで練習を重ねてきました。今年も富山県高岡市の魅力をたくさんアピールできたらいいなと思っています。ぜひ見てください。稲妻のような衝撃たちが通る。